はい、どうもゼロゲンと申します。本日は遊戯王ラッシュデュエルデッキ改造パック、躍動のエターナルライブですね、こちらの方を開封していきたいと思います。全部で3ボックスですね、今回買ってまいりました。で、それと同時にもう見えてますけども、この新しいスリーブですね、ユーガレット、そしてルークブルーですね、ちょっと見ましょうか。これがねすごくかっこいいですね。こういう感じですね。優雅くんかっこいいですね、これね。で、こっちがルークくんですね。はい。はい、いいですね。ちょっとこのシリーズね、これからもちょっと出してくれるのであれば、なんかね、全キャラクター分出してくれるのであれば、ちょっと全部欲しいぐらいすごくデザインがいいので、ちょっとね、これはね、注目していきたいところでございますね。はい。というわけでね、今回も、やっていくんですけども、ワンボックス目は普通に開封していきます。で、開封していって、で、あと残りの2ボックスはですね、結果だけ、スーパーレア以上ですね、それだけお見せしていこうかなと思います。そんな感じで、今日もよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、早速開封していきたいと思います。このパッケージのロミンちゃんがすごく可愛くていいですね。はい。で、今回なんですけども、レジェンドカードとしてなんとあのドラゴン族を絶対許さない、バスターブレーダーパイセンがレジェンドカードとして入ってるので、ちょっとそれ欲しいですね。はい。というわけで早速開けていきたいと思います。そう、忘れてた。先に言おうと思ってたんですけども、今回この躍動のエターナルライブを一箱買うとですね、はい、見えましたかね。はい、こちらですね、ブルーアイズホワイトドラゴンラッシュレア、はい、こちらのスペシャルレッドバージョンをゲットすることができる応募券がね、今回は入ってますので、箱を買うとね、この応募券が1枚ついてきます。で、このレッドバージョンのブルーアイズホワイトドラゴンは、777名だったかな。はい。すごく狭い確率なんですけども、それを、当てることができるキャンペーンをやってますので、ぜひね、そちらの方もぜひ、狙っていきたいですね。はい、というわけでね、1パック目から早速、見ていきたいと思います。ジャム、何これ？ジャンプスタート。自分の墓地のモンスターサイキック族2体を好きな順番でデッキの下に戻して発動できる。自分の墓地の通常モンスターサイキック族を1枚選んで手札に加える。自分は1000ライフポイントが引く。すげえ。完全にサイキック族のデッキですね。はい。で、この、なんだっけ。キャンディーか。キャンディーちゃんですね。今回スーパーレアで入ってるんだったかな。はい。まあ、これからのね、ロビンちゃんデッキのなんかキーになりそうなカードなのでね、ちょっと集めておきたいではありますけども。はい。あ、ミモザちゃんですね。ランゼさんのカードですね。あ、これもランゼくんとリンノスケくんのカードですね。結果。はい。これ、あれか。ガクトくんのカードですね。魔性分隊。何組？竹組だ。はい。こちらのカードです。あ、来ましたね。マライメイ。これ。アニメの方ではデーモンの召喚専用って言ってましたけども、表から表示の通常モンスターレベル7以上悪魔族なので、まあ、別にデーモンの召喚専用っていうわけではないのでね、これからもなんか悪魔族の通常モンスターが増えてきたら、まあ、この辺も使えるようになるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、ちょっとパリパリいきましょう。パリパリ？パリパリいきましょう。ロイヤルデモンズの新しい、いきなり来ました。はい。いきなり来ましたね。ロア君がね、エース2体をリリースして出した新しいエースですね。ロイヤルデモンズ、デスデュームですね。はい。まあ、これを出したせいでね、ちょっとゲッタちゃんと後ろ君がちょっと離れていった感じなんですけどもね。ちょっとあの辺もね、ロア君ちゃんと喋らないのがダメだよな。ちゃんと思いを伝えることしないのがダメだよね。はい。これ、いきなりウルトラレアですね。これウルトラか。ラッシュレアじゃなくてよかったね。はい。というわけで当たりました。はい。はい。というわけで、3パック目いきましょう。不屈の世紀末、獣戦士。これ、よしおちゃんのカードかな。はい。黒花。影、舞い戻り。はい。お出ました。デーモンの受肉ですね。馬眠肉とか、
コメントの方では言われてましたけど、どこが美なのかっていう、はい、いやデーモンの召喚も欲しいんだけどな、ほんと。今度あ、それはちょっと最後の方に話そうかな。はい、ハート道家、はい、これあれかな、シュベール君のカードかな、摂理のルテン、これリュグドラゴっすね。自分の墓地のモンスター守備力100以下、4体をデッキに戻して発動、自分は1枚ドロー。おー、これあれだね、ネイル君のデッキにすごく使えそう。はい、美魔女封じほう、わー、ディアンケット先輩が可愛い子閉じ込めてる。あーっと、来た2枚目のウルトラレア、くの一ガーランドですね。もう出た、もう出ちゃった早いね、割と前半の方なんですけども、はい、これランゼちゃんのカードですね。新しい、この目元が隠れてるのってエロいよな。よし、ルンルンいきます。黒バラ、崩壊のバブル、宝玉の万竜、監獄の神ディアンゲート、あら、スーレア、あ、忍びカトリングさん、あ、嘘、普通に入ってるの、これ週刊少年ジャンプの付録カードだったんですけども、あ、普通にスーレアで入ってんの、あ、そう、俺もうジャンプだけでしか手に入らないと思ってたけど、普通にパックに入れてくんの、あー、そうっすか、そうかちょっとそれ微妙やな、なんか個人的には。はい、どんどんいきます。出た出た、草生える、草生えますねこれね。はい、これが発表された時結構ツイッターの方でもいろいろと話題になってましたけど、草、これ見てください、このフレーバーテキスト見てください、これウィード多分 OCD 含めても一番短いフレーバーテキストじゃないかな、これ。草。00、レベル1。もうここまで来たらもう何でもありな気するね。ザ・ファイア・ドラゴン。はい。よし、行きましょう。アンドール。これなんだろう。サイキックとこだからまた、ロミンちゃんのカードかな。ロイヤル・デモンド・フェイザー。バックハート。美魔女狩り。あれ？さっきのは違うのか。美魔女狩りじゃないのか、さっきのは。あ、美魔女封じか、こっちは。で、こっちは美魔女狩りなんだね。はい。スパークガールハースちゃんとか、あと、ささやきの妖精ちゃんとか、ピエンしてるけど、これ。イラストが面白い。これ、ディアンケとか全部やってんやな、美魔女。可愛い子を飼ってる、そういう感じの描写やね。崩壊のバブル。はい。影法師。ロイヤルデモンズ、ノーウェイ。あ、問題のカードだ。あ、もうこれ入ってんのか、早いね。ミミちゃんを洗脳していろいろと少年たちの性癖を歪ませたカードですね。はい。これが社長のカードになるのかな。はい。さあ、あ、かわいい。何これ。サイキック族だ。めっちゃかわいいやん、この子。好き。これもロミちゃん使うのかな。はい。ミモザ。ボンバード。ボンバーマンに出てきそう。あ、ビーンソルジャー先輩やビーンソルジャー先輩、焼かれてる、焼きビーンソルジャー。あれ、攻撃力下がってない？ビーンソルジャー1750とかなかった、攻撃力。ラッシュになって、あ、焼かれて弱くなったの？なんかパックたまにめっちゃ開きにくいのあるんやけど、なんやろな。あ、ギガプラントパイセンや。ギガプラントさん、こんなところにもいる。出た、極速通のマーメイド。はい、ロイヤルデモンズコマンド。名前かっこいいけどな。これいたな。これ OCG にもいたでしょ、これ。メタルアーマードアント。はい。ガジューマル。はい。これもランズちゃんのエースですね、新しい。もうウルトラレア2枚出たから、ラッシュレア。いや、ラッシュレアプラスで入ってたような気がするけどな。なんか噂では今回からなんかちょっと、そのウルトラレアとかの封入率とかが、なんか見直されたみたいなの聞いたんですけど、これユグドラゴかな、スーパーレアですね。天帝の遺願、手札のモンスター1体を墓地へ送って発動、相手フィールドの
相手フィールドのモンスター1体を選んで表示形式を変更して、自分フィールドに表側表示レベル10がいる場合、さらに自分は1枚ドロー。ほー、表示形式を変更するやつか。なるほど。これユグドラゴだけじゃなくてマキシマムモンスターだったら結構入れてもいいような気もするけどな。1枚ドローがいい感じやな。はい、女監修カナン。このカナンちゃんなんかすごく個人的に可愛いと思ってるんですけど、どうですかね個人的には結構カナンシリーズの中で一番好きかもしれん。はい、はい、ヨシオちゃん、クローバーな、影舞い戻り、はい、襲い来る自然、執念の竜。これがさ、そう、この執念の竜っていうのがラッシュデュエルのガイドだったかな、あれに入ってた、竜の執念をサーチするカードなんですよね。うん、だから結構ね、これのためにそのラッシュロードガイドをもう一冊買いましたわ。はい、なんかちょっとね面白そうだったんで、これはね買い直しました。影舞い戻り、ボンバード、ジャンプスタート、あ、スーパーレア、聖戦士ケイロン。これ誰だ、悪魔族だからロア君使うのかな。はい、なんかすごいかっこいい、かっこいいですね、ゴールドセイントみたいはい、これ悪魔族なんだこの見た目で、ロイヤルデモンズライブアリーナ。なんかロア君もちょっとロミンちゃんっぽいカード増えてきたな。はい、でワットアンドール、マライメ、影奉仕、サージボルトリザード、イカズチ族。なるほど、影踏みですね。はい、魔人雷、月下ちゃん、あ、出た、アネゴロック、これノーマルなんだね、よかった。ハートブレイククルックあ、ジャンプアップ、かわいい、キャンディー推しだね今回のロミンちゃんは。はい、こんな感じでございました。では、ワンボックス目で出てきた数レア以上は結局このケイロンとイガンと、ディアンケとにガーラントデスドゥームか、ラッシュレア出ないねうん、出ないっすね。まあまあそんなもんだろうとは思ってましたけど、これあれやな、このクノイチとデスドゥームが今回結構多めに出そうな気がする。はいはい、ワンボックス目の結果はこういう感じになりましたね。はい、うん、どうなんだろうラッシュレアのなんか封入率が変わったみたいな話聞いたけど、そんなことないのかな。とりあえずじゃあ、2ボックス目以降はね、スーパーレア以上のだけを見せていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の開封結果はこちらとなります。こちらが1ボックス目、2ボックス目、3ボックス目っていう感じですね。はい、まあラッシュレアは1枚で、まあ、マキシマムも揃わず、キャンレディは出たけど、漢字のキャンディちゃんが出てないですね。はい、まあそんな感じで、今回の開封動画はこれで終わるんですけども、よいしょ、こちらですね、先ほども言いましたけども、このブルーアイズホワイトドラゴンラッシュレアスペシャルレッドバージョンですね、こちらの方もね応募券がついてきてますので、この躍動のエターナルライブを買うときはぜひね、ボックスで、購入することをお勧めいたします。ワンチャンねこのブルーアイズレッドバージョンが当たるかもしれませんので、であとですね、ついにいろいろと予約も開始されました、遊戯王ラッシュデュエルのスイッチ版ですね。はい、これが、やってくるということで、久々かな、据え置き機だと、据え置き機でもなかったか、ずっと据え置き機で遊戯王のゲーム出るのいつだ、いつぶりだ、 5Ds のあのバイクのやつとかかなあとはまあタックフォースとかがね、遊戯王のゲームだとすごく人気があるんですけどもね、まあ、タックフォースもあれから数えて6かな、タックフォース6、あ、スペシャルがあったのか一応、はい、
まあ多分あれ以来かな、一応ゲームとしてこうやってね、あの家庭用のゲーム機として、あの遊戯王のゲームが来るのは、はい、まあ、一応デュエルリンクスはねずっとやってますけどもね、はい、家庭用のゲーム機として遊戯王のゲームが来るのは本当に久々なので、あのすごく楽しみですね。もう今ね、特典カードとしてついてくるブラックマジシャンガールと、あと強欲な壺、はい、これが特典カードとして入ってるんですけども、もう今ねちょっと予約がねなかなかできない状況になっております。はい、転売屋の人たちもね頑張って買ってるのでなかなかね、あの予約すらできないという状況らしいんですけどもね、はい、まあちょっと在庫が復活する可能性もあるので、ちょっとね転売屋とかからはね、絶対に買わないようにね皆さんよろしくお願いいたします。はい、まあ、私もね無事予約はできましたので、はい、ちょっとね楽しみに待っていようと思います。購入したらね、もちろんちょっと配信なり動画なりの方でちょっと出していこうかなと思います。これでねもうちょっとラッシュデュエルをやってくれる人がね増えてくれると個人的には嬉しいなと思います。はい、そんなわけで、今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。